お,お前狂人お前人なのはいというわけで、えー、やっていきましょうか、えー、今回はえー、っと役職をおを選択しない場合、まあ、い余っている役職がランダムで振り分けられますあなたの役職は占い師です。 夜が村の面を握っている男です。よろしくお願いします。えー、まあ僕はね、ランダム城先が誰かわかるんですが、おそらく9番ーーさん、なんか9番ーーさんがランダム城出る気がするわ。9番ーーさんからなんかビシビシ村のハーを感じる。裏側対象は人狼ではありません。 9番さんから村の波動感じてたからね、今。うう夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番かかのプレイヤーが発言します。お前からか、あいつポジションい。よろしくお願いします。一番最初なんで進行論語,を語っていきたいと思います。い占い師にしようなら、うんとレインド出て。 来てどっちにしろ多分2周目で例の出しましょうよろしくお願いしますうん 1>, 1番のプレイヤーが発言します、えー、マジかよキューバーさん占い師急しろですしろちょっとなんか嫌なところに刺さっちゃったなって思いますえっ、ー、とね進行としては、えー、まず狩人さんに言うけど基本的には、まあ、グレー釣り盤面だったら出てほしいニ2盤面だったらまあ出なくていいですよ まあ出なくていい2番目だったら僕もなるべく占わないようにはするから占っちゃったらまあ申し訳ない3一だったらえっと2次次狙ってくださいであのー、ちょっと9番さんに白が出てるけど9番さんはもしかしたらこれすかす必要ないかもしんないけど、まあ、2周目例のとかだったらいいなって思ってるようんちょっと白先は弱かったなって思ってるかなあとは グレー精査は結構大事だと思うから、先にグレー精査してもらって、余ったら、まあ、占い精査してほしいかな。あーなるべく僕を新目に見てね、僕は新んだから。よろしくお願いしまーす。9しろでーす。以上。おはようございます。えー、一番差占いしよ9番は何しろ了解です。うーんと、 うん、まあまあまあ9番さんが2周目何かあるかどうかにもよるだろうけど、うん、1>, <laughs> まあ1番さんはまあ仮にこの後二2人目裏目が出てくるんであれば1番さんの位置世だった場合は強人目で見てます <laughs> うん,うんでもどうだろうなそれぐらいかなとりあえず今んとこそれぐらいです以上です、うん、3>, 3番のプレイヤーが発言します はいいよろししくお願いします9番さんから触れていくんだけど、まあ、進行論言ってたわりには、えっと、内容ちょっとスカスカで、えっと、発言短かったかなってところで正直印象はそこまで良くはないただ色落ちなし、うん、1>, で1番さん占い c を9番さんに白把握しましたとりあえず1番さんの発言でとりあえずクレオスは拾えなかったから進化にせか現状分かってない相当白いっていう発言も 1>, 1周目では消えなかったかなってところ、対抗出てきてから精査頑張りますってところかな、で2番さんに関しては9番さんよりも印象悪い、進行論も特になかったし、うん、なんだろうな、とりあえず盤面精査しかしないから、執行解除もなかったし、うんうん、9いくぐらいだったら、えっと、グレーズリだったら今日俺はもう2をいきたい9ぐらいかな、2> は,かうん、2は2周目1だけど発言頑張ってほしいってところです。 はい、以上です。4番さんどうぞ。4番のプレイヤーが発言します。4番、3番に変わりまして、4番がお答えします。<laughs> そうやな。1番さんが真であれば、めっちゃかわいそうやな。対抗出た場合、きついなって思ったかな。急、うん、にしろ。急、えって思ったんで、1番さんのえっていうのはわかる。で、3番が2を怪しむ視点が、私には1ミリも理解できない。2番さんの1が偽であれば、 強人目っていうのは私も思った。一番さんは新教かなと思った。一番ロー、九、うん、番ローっていうパターンでね、一番が偽の場合、九囲わないでしょ、ほっとくでしょってちょっと思ったかな。うん、<laughs> どっちかっていうと、一が偽であれば、新まあ、強人かなっていう目線は、すごい二番さん良かったと思うんで、三が二を怪しんだ視点が一ミリも理解できなかったんで、現状、釣り位置三で上げておきます。5番のプレイヤーが発言します。 はい、おはようございます。<ー>村人 j ネス、はい、特にしようないですね。はい、まあ4がいい視点持ちかなって思ってて、1ってあんなけ急の発言を短いところに白を出してきてるから、1が狼やった時っていうのは自分の心面は結構下げる行為にもなってくると思ってるから、1ってあっても強じなんじゃないかなっていうふうには個人的には思います。うん、だから4がそれで、でえっと、ごめん、2がその発言をしたのか 俺は拾えなかったけど、4が2がその発言を拾って、3がそれに対して叩いてるのであるならば、うん、3っていうのは普通におかしいかなって思ったの。うん、だから4っていうのはその辺の発言は、目線としては1に対する目線はね、すごく一緒だから、結構4って白目なんかなっていうふうに思っちゃったかな。2、3、4で精査した場合っていうの。隠しそうだっ,って思いましたか、ね、らやや。まあ正直1の対抗が出てくるか出てこないかによって変わってくると思うので、うん、その辺精査入れていけばいいかなって思ってます 以上6番のプレイヤーが発言しますなんか今から強靭ムーブーみたいなするけどさ2から5まで全部印象悪いんだけど、えー、1強靭して別にないと思ったけどな、えー、例えば1は強靭で9囲ったメリットなんですかね9黒く見えたんですかあれで正直進行論いってないなぐらいじゃないですかなんで1が強靭に見えるんだろうって思ってて。うんうんうん 例えば、ウの印象が悪かったからどうのって言ってたけど、一番さんが言ってたけど、九番さんって、霊能かもな、みたいな雰囲気出してたから、霊能っぽいと思って言ったかもしれないし、な、うん何だろう、全員視点何言ってんのかなっていう、うん、単純な疑問でしたね。はい。えー、っと、あ<ー>まあ、ビビ対抗できてないけど、一番さんは、九番さんが印象悪くなったから、霊能の方がいいかなって言ってたけど、まあ、形の例能は弱いよねってところで、まあ、若干、そこら辺に攻めたなとは思ってました。 えっと、2から5までの視点で一教授見えるところが意味わかんないと思ったかな。ただ、4まで、を聞くまでは2、3ラインあるかなとは思ってた。以上。7番のプレイヤーが発言します。 おはようございます。自分が進路占いして、3番、3が渋です。3番、3が渋です。お,お願いします。えっ、ー、と、太鼓の位置に関しては、強人か狼かで言ったら、別に強人しかできないけど、狼の方が高いかなと思っていて、これに関しては6番と同義なんだけど、えっ、ー、と、なんだろうな、全然一級のローローだったらし一 1>, 1番が9番、1番が、1番1 1> 言ってることがわけわかんないったが5番で、1番が人狼だった場合、9種類が一番の親味下がるって言ってくる全然親味下がんないし、そんだけ。 それってじゃあ占い師針の5番視点で一番の神経はできてないから。から5番が一番のなぐ、一番の値が一番理解できなかった。あ3時に4番ですね。まあ、自分の修束の3番殴っている構図で、3番ってあった教授の人に関して4番分殴っているから、4番も気になっていて、まあ、6番に関してはね、えっと、その要素は良かったんだけど、2番から5番って言ったけど、3番は言ってないですよ。2番と4番と5番が一心教って言ったから、3番は2番の発言要素の心教値考察が分かんないって精してるから。 三番は含めないですね八番のプレイヤーが発言しますはいお願いしますメロビトジニでした特にしようございません俺も六番と一緒の印象で一番に関して九番で発言短いから囲いにいったっていうのを誰も言わないしな、うんで一番を強陣を期すんのかなって一級ローロも普通にあると思うしなんでローメー戦でみんな言ってないんだろうって思って二四5に関してはね、うん、だから俺そこが怪しいと思っていて その後に7番さんが3白だから7番,だ7番が人外であれば多分245どっかに白打つと思ってたんだよねずっとでも7番は3番に白ってことで占いについてはちょっと分かんないですね正直つ、うん、いたいなって思ったのは457、うん、番さんが6番さんに対してしっかり精査は、えー、と3番含めなくていいって言ってたのを俺が言おうとしてたんで岸出てぐらいかな 4号どちらからが釣りたいなと思っている。狂気した理由がない。4番が2番釣りをされてるだから、過剰に反応してるようにしか見えなかったぐらいかな。はい、2周目頑張ります。9番のプレイヤーが発言します。すみません、自分何も言ってなかったんですけど、霊能じゃないです。村人です。で、えっと、えー、まあ自分目線で、ね、7番さんが1番さん、あの、人狼って見てて、あるなあ立場的に。 自分が今日塗りされてるのかなって思いました。まあ、もしね、自分がもし、まあ、自分の発言量でだったら、多分狂強人で占い出て、オオカミ助けに行って、わざわざ潜伏する動きはしないんじゃないかなと思ってます。なんか説明しにくい、うん、しないと思います。なので、自分は、えっと、信教でロックしてます。で、釣り位置に関しては、うーん、6番も確か、人狼、占い人狼みたいなことを言ってた気がするんで、まあ、6番もなんか、ちょっと、 他の人とは変わった印象なのかなと思って、6番が一番怪しいと思ってます。1番のプレイヤーが発言します。いやー、マジきつい !9 番さっき士であってくれ、マジで。えっ、ー、と、3番さん、例のね、えー、自視点、7オオカミで置いた場合に、今日オオカミ抜ければ、7オオカミたらまあ勝てるかなと思ってるし、でも7番さんって結構後半位置で、強陣で、ヘイト向いてる3番さんに、白出しした可能性もあると思ってる。まあ3では囲いはなかったんだけどもね。 いや釣り位置が難しくて僕は正直3番かなと思っていたから変えなきゃいけなくてだとすると8かな19ローローあるただ7番が3番に白を打ってるから7番が偽の時は4五6に白出しすると思ったって言ってたけどなんで7番が偽の時4五6に白出しすると思ったのかなそれは相方が3の場合っていう話でも3に白を打ったからヘイトムチと三3に対して白を打ってるから7三ローローはあるかなみたいな話なのかなでも8番さんって19ローロー打ったけど7三ローは打ってなかった。 で4号に釣り帳持ってきた理由があんまりよく分かんなかったなと思っているかなえっとなんだっけ僕が信教に見える理由は結構分かると思うけどなえっと例えばまああのー、えオオカ僕はオオカミで1級オオカミだった場合っていうのは僕が潜伏してまあ Q 殺して頑張って占い師 レンガ見して逃げ切る方がいいいんじゃないかなかだから偽の場合は強人がまあ9番とりあえず分かんないけど白出しとくかみたいな考察ってできると思うからそこまで変じゃないと思ったけどね今日は8かなてかキシ出てほしい9番がキシだったら最高だけど違う違う出ないじゃあ8つ漁しときます現状8つをし以上 2> 2番のプレイはー,ーい <coughs> えー とイコハークです。三四郎。で、三例のハ握ク。うーん。現状、一応占いは一番その方がいいなって感じですね。うーんと、なんかすごい視点が精査できてるような感じがします。全然成り立わか,かんないけど、マジで。え <laughs> ー、鶴石どこだろう ?4 番の俺の森になんか用語は何だったんだろうな。 別に俺村人だから、なんか、そこまで上げられる理由も下げられる理由も特になかったと思うけど、どうなんだろうね。うーん、逆に4番が白いのかな、これは。そうなると、なんか謎に上げられてるから。って考えるんだったら、5、8かな、今日は俺は。あとなんか俺2周目発言によるって言ったような気がするんだけど、誰か。 三番のプレイヤーが発言します。<laughs> 全然わかんねえマジで。うん二の二周目の発言機でも意味がわかんないかな。あんまり。とりあえず騎士は出てきてほしいかな。うん占い先とかって当たるときついと思うマジで。須村、うん。騎士は出てきてほしい。<村>本当にお願いします。須村須村。二番さ騎士。あるよ。 9? おお !9 なのお前かい了解です。うん。片代だから多分7番さんは9占ったと思うから多分9番さん9。おっと、てことは確実にローいるね。いやお前9なら戦腹でく崩し待ちよかったら6番さん若干ハ握ク漏れしてたけどまあそこまで気にしないかなあれは。 で、現状釣りたいのに、でも、えっとね、1番さんが真だった場合って、7番さん、ロジッ軸でおくと、7、8って結構ゴリゴリだったから、逆に俺、8番は無駄なのかなって思ったから、今日俺8は釣りたくないかなってな、分かった。<状>従います。うーん、マジで、1番をとりあえず今日で置いた意味が俺は全く分かんない。ローもありよねってところね。 2, で2番目になったから、これは心境もあるって思ってるから、二浪潜伏してんじゃないかとも思う。うん、2が4をなぜ,なぜ白起した理由か分かんないから、今日あは2いきたいかな。4番のプレイヤーが発言します。は,はい、2周目ですね。2、1ということで、お互いに囲いなしあの、ね。6番さんは把握漏れしてるんやけど、私は1番さんを強靭置きしてないです。 進か今日。狼目は少ないと言いました。偽であれば狂人と言ったんで、8番さんも続いて、なんか4号おかしいよねっていう流れは、2>, 2番つるって、う何で新か今日な,なんかな、私7番さん、っっね、偽であれば狼オ1番さんが偽であれば狂人っていうふうに見ているかな。う,ん、うん、2番さんね、2番さんね、判断しづらいけど、2周目は別に白くなかった、あの1周目はね、 2、3っていうグレーじゃ,ったじゃないですか、例の出てなかったから。で、うん、考えたとき、2、3で比べたときには、2の視点、1番が偽であれば、狂人っていう視点が合うので、どちらかというと、2が村目と言いました。うん、でも、2番、んが狼でさ、4が謎に挙げてくるから、4番、村なのかなっていう発言をするとは思えないかな。2外したいな、私は。 5番さんは私の意見同調してくれたんで、まあ、印象はいいが、これが村かどうかは分かんない。ただ、6、8が、もう私の言いたいこと分かってないので、6、8のどっちかから釣りたい。うん。もうマジでわけわからん。5番のプレイヤーが発言します。はい、まあそうですね。グレートしたら、まあ2時点で4かなっていうふうに思ったかな。うん 確かに4の要は4号っていうのは1に対してはあって強靭っていう目線を持っていた段階ね。うん、逆にじゃあ8が言う1966ロロだったら絶対に9切って1が2切った方が正直強いと思ってるから。だからあんま1から別にそんな狼よさは俺は感じてないから。だから別に1はあって強靭っていうのは自分自身そう思っただけであって。うん、だからって。 のロールもあるでしょっていう問いかけ方はちょっとおかしいかなって思ったけど4番3っていうのは要は68と確かにその1に対する目線が違うけどそれだけで68からいきたいっていうのは甘いと思う、うん、それだけではちょっと早いと思うよそれって1に対する見方が違うだけでそれが狼要素68の狼要素っていうわけでもないから、うん 4起点、その意見が違うだけで68を釣り押すのは違うと思ったかな。だから4がまずそこ気になるのと、2に関しては最終的にどこ行きたい ?4 に対する精査も雑であったし、別に占い審議をつけるわけでもない。すっごいふわふわしていた感じ。うん、だから4の2の外し方も気になったし、2自身の考察がなってないと思ったかな。だから2時点で読んであげておきます。まあ、68は1に対する目線が違うから、 2戦、ま、目、あの発言しっかり聞いて、まあ、その辺考えたいかなと思ってますね。うん、はい、以上。はい、まず順番にいっていきますね、えっと。3番さんを含めたことに関しては、把握漏れじゃなくて、怪しい要素が違ったけど、全員結局的に印象が悪かったって言いたかったんですね。えっと、3番さんが2番さんに対しては、盤面でしか考察してないって言ったから、あ盤面だと一番強靭っていう視点を持ってるんだなっていう視点で、2から5まで印象悪いと言いました。うん うーんそうですね、霊能さんが8行きたくないとのことなので、そうだな、5番さんとめっちゃ視点があったんだけど、わけわからんとこ行きたいなにもうとりあえず邪魔だから釣っちゃおうっていう。邪魔だからね。狼釣るのは4かなって思ってる。うんえっとね、5番さんが結構4番さん叩いてたけど、対抗を2番目に釣りをすっていうのは結構俺,だ俺が狼だったりやることだから、4、5、4にまだあると思ってるから、 狼起点で行くなら4かななっって思って思る。なぜならば4番さんっていうのは私は強人がなんて言ってない心境位だって言ってたけど俺は心境位に見えること自体が意味わかんないって言っててつまり1番視点っていうのは9が黒く見えたから結構序盤の位置のにもかかわらずか9囲えてるって思って19て言ったって視点なわけでしょ全然わかんないかな1番だったら後半位置になって黒囲えてたらあこいつ偽物だなってわかるわけだし 9、まあ、が黒だったっていう視点ならば確かに囲えてるからあ狂人出てるなって分かるだろうけど正直9ってそんな黒要素なかったからそれにねオオカミだったらやんないっていうけど別に「あうわこんなとこ刺さってよ」っていうオオカミ結構いるから、うんうん、わけわかんねえなっていう視点でしたね。なんで今日は4から釣りたいまあ時点2かなぐらい。7番のプレイヤーが発言します。 全然5番と6番の視点が合わないな。俺4番に関してあって強人の人間だと思ってますよ。あ、俺一番ほぼ狼だと思ってます。1番が強人だった場合に、9番が騎士、3番が霊媒師をして状況下、0位、うん、強靭視点で僕しいんじゃないですか。なった場合って2456の二郎って考えられますか ?2 番4番5番6番が、1番が進化強化わからない2456二郎視点で、1番が占い師しと場合って平山になる可能性があるから占い師をした方が良くないか、うん だった場合で一番強靭視点って盤面上の狼かみち8番なんですよ。じゃあそこの8番の狼かみ8番、一番強靭視点釣り殺すかってやったら僕は釣り殺さないです。一番強靭視点って盤面上で考えて、177新居が出た8番狼視点つけるから、一番をつり殺す構図が見えて、番オカミけ8番に関してはほぼ人間だと思ってます。LINE、うん、制作は、探偵に関しても別におかしいとかなかったからね。うん えっと、5番と6番って4番が人狼で落ちるって言ったけど、4番が狼だった場合で3番が8番を釣いたくないって言ってる、3番0一確認、4番って喧嘩売りますかね ?4 番が人狼で8番を白位置に上がってる三心霊の視点で8番を白位置に上げてる4番が8釣りたいって言うから、多分4番が狼だったら3番の霊媒に乗っかって、2番と5番と6番に行けばいいから。あと5番視点って占いの審議だったらつかんくね多分占い振動仮定した場合ってほぼ一緒だと思うけど。 俺が狼で4が狼やったら、俺3白足ないから、5番心で占いシ眼が抜けてるのが引っかかっていて、そこに乗っかった6番がおかしいと思ってますね。はい。4番つっても僕は白結果しか落ちないと思ってますよ。はい。48以外の56から釣ります。以上。8番のプレイヤーが発言します。56行こう。俺2番でいいと思うよ。2番で黒結果出ると思ってる。マジえっとね、まず1番に関して今日、俺今日で置く人が分かんないって言ったのは、 1>, 1番が9番に白打っていて9番が霊能出てほしい霊能出るんじゃねっていうのを言ってたけど9番がローで囲われてる状況で霊能出て9番が発言伸びないから釣ろうぜってなった時真の霊能が9番黒結果って1番破たんだからそんなムーブするか1番が 1> って思うかな強陣で黒囲えてるかもしれないのに、えー、と霊能出して棋士出してとかって1番自身が有価不って思ったから1番に関して興味を置くのがよく分かんないかなと思った1番に関して俺偽かなと思っていて え9番に棋士を感じてるんだ、9番棋士やってほしいなと思うんだったら、棋士を出す進行の方が一番強いと思うし、中途半端だなと思ったしグレ、7番に対して強労、えー、をどちらで見てるのかっていう視点もなければ、グレーセンスほとんどなかった、俺のことを釣りをしてる。目線が 2,、えー、2、4、5、一緒だったっていうことしか言えてないから、うんうん、一番ロジックで考えたとき、俺、2あると思うけどね。7番さんの目線で4は俺落としたくない、4は強靭だと思ってる。占いたいなー。うん かなだから俺に一本してでいいと思ってますね。はい。1、2、人狼の4強人かなーと思ってます。いや、どうかな8番に関し ?6 に関して俺別に気になってないけど、7番さん3さんしか変なとこなは。二4が6つに見えすぎだから、から4強人で2番囲いに助けに来てるのかなっていう目線がしっくりくるかな。うんうん だから俺は2番落としたいですね2番の色を3番に追って見てもらいたいと思っている以上です全プレイヤーの発言が終了しましたいやー強れたこれから投票に移ります怖いなー8番さんが強靭だったら怖いなまあ2落とすかな2落とすか若者よそう簡単に結論を急ぐな2-8決戦3番さんは2に入れてる 6728番のプレイヤーが発言します 1>, 1番2番いけるんだはあ495495495そっか1番が2番いけるんだったら視点全然違うな 2>, 2に入れてんのが138、138、1387は5か7は5か57あんのかなあ,あんま見えなかったけどな57に関しては5番いくって何なんだろうね行くか釣れるわけないじゃんね,ね5占おかな投票結果から2はそんな黒くないか5番なんて釣られるわけないじゃんで 投票行動で5を入れててて占ううとしてうと,出そうとしし出そなない違か投票結果が2番が人狼には見えないですね。でも俺は行きたいから2番行くね。2番のプレイヤーが発言します。まあ、<laughs> 同じこと思ってんだけどな。俺れムラムラで釣り合ってんだろうな。<laughs> ああ<ー>。勝ちに変えるか。やめなマジで頭回ってないな。 うーんなんだっけな ?6 番さん引っかかったのそれなんか ?2、3のラインが、ん ?2、3ラインじゃねえな。どこだっけ ?4、5だっけ ?2 3、3? んだっけなメモがわけわからんな。<laughs> うーん、なんかライン多分、なんか殴り合ってるかなんかの、ライン切りかなんかの話をしてたと思うんだよね、6番さんが。うーん。なんかそれでなんかよ、 4が黒いみたいな話すると思うんだけど見とくかう別にそんな変な話してたかなっていうのはそこついたのが気になってたんだよねそれぐらいかなうんどうしようでも8番邪魔なんだよな、ねうん、僕のこと全プレイヤーの発言が終了しました邪魔だから8行くかこれから投票に移りますく。8行若者よそう簡単に結論を急ぐな ダメかー？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番2番の遺言を発表してください。うーん、頭回ってないから多分何も喋んねえ方がいいのかもしれない。 どうしよっかななとりあえず明日のレー結果見てもらって白いんで本当にごめんなさいって感じですねうん6あると思うんだけどなどうなんだろう6ないのかななんか頭は割ってねえけどとりあえずなんか6は怪しいなって感じた以上ですとりあえずいやごめんなさい。申し訳ないですよか夜が更けました人道に気を占い師の方は 夜のアクションを行ってくださいマックス京都を置いた4番でもいいかもしんないな88より4かなその疑いにはどんな根拠があるのかな占った対象は人狼ですよし4黒これは1回が夜が明けました、うん 昨夜は1名の方が亡くなりました。頑張ったのにのに番プレイヤーが発言しますいや、黒当てれた。4番ん黒。4番ん黒です。4番さん占った理由は、まず昨日の投票から話すけど、えっ、ー、と、昨日僕は 1,、えー、と1回目の投票は2番に入れて、2回目の投票は8番に変えてます。えー、まず1回目の投票2番に入れた理由は、ちょ正直僕1周目の発言、1周で1周目2番手で、 2周目っていうのはそもそも僕1周目は3番さんを怪しんでたって話をしたでしょうでサンバさんが霊能だったからちょっと難しいなと思ったんだよね7が3に囲ったからと思ったからでえっと難しくてまあ8番さんの4号釣りをがか分かんなかったからえっと8番さんかなって言ってでも3番が2番ちょっと邪魔だなみたいな話があって僕もそう思ったから1回2番に入れましたでえっと7番さんが狼で考えていて7番さんが狼だった時に2番さんがつられるのをあんまり阻止、えっと、する必要がない動きに見えた7番さん視点で 2番をそこまで守ってないように感じたんだよねだから7番が狼と考えた時に2番って狼じゃないのかなって思っただから8番に入れましたでもえっと占ったのは4番さんなんでかっていうと7番さん視点で4番さんはマックス狂人だと思いますよって言ってたんだけど4番さんの考察でなんだっけなえっと1番を信教だ信だ っっていう風に言ったんですよ6番さんみたいな感じで6番さんをちょっと殴っていたんだけど6番はそもそも占い師信境だっていうのは分かっていてその4が信境を置きしてるのは分かっていてなんで信境を置きしてるのかが分かんないって話をしてたから4番の6への殴りは不当に感じていて7番はなんか4番を強人で起き上がっていたけど僕は占おうと思っていたから4番を占って4番が黒今日は4番さんを釣ってほしい4番さんにちょっと位置が弱,弱くて7が何か言ってきても反論ができないんだが今日は4番に投票したいです4番投票でお願いします僕で決めるって以上 3番のプレイヤーが発言しますえっととりあえず2番さん白でした2番さん、うん、強人じゃなければ本当に申し訳ないってところです、うん、現状本戦は1-7どっちかにローがいるかなって思ってます、うん、で1番がローだ軸だった場合俺8あるんじゃないかなってちょっと思ったかな 1>, あ1番から、俺多分ね、8番ってね、あれ、釣り、初日ね、釣りあんまないと思ったんだよ。だけど結構、票集まったねってところ。ちょっと8番に入れた人、理由言ってほしいかな。4番なんて6、8でどっちか、牢がいるって言ったっけ。あその理由とか全くなかったしね。あ俺、4番は裏はね生きてる強人からと俺も思ったけどね、正直。うん 2がローっぽいから2を2、3飲めないとか言って、で、占ってほしいみたいな感じっぽかったけどね、だから7の視点っていうのは俺わかる気がするんだけどね、うん、1>, 1が2に入れた後に8に入れた意味が全く分かんないかな普通に2そのままでよかったんじゃないかなってとこと 1, 1、ローだったら俺8、ローあると思ってます。言っ,た言ったやんけー、うん。7がローだった場合は、1が死んだから7、4かなってところだけど、 いや難しいね7番の2周目の発言次第では、うん、1番占いを決め打ちますってところかなあと4が相当黒ければ、うん、1シーンも見れるのかなってところかなうんっ,現状っ,った理由言ったやんだ7番はもう村はじきします <laughs> 7番が多からミの時2番ないって思ったんだよ4番のプレイヤーが発言します はい。今日は明確にちゃんと言っとくけど、1か4ですよ。あの、ひょぶれないように。1か4に絶対入れてください。で、一番32せやったんか、ちょっとどう言ったらいいかな。昨日ね、2が狼じゃないと思った理由は、2が狼でね、グレーにいる狼で、あんな考察しておいて、釣られに来てるじゃないですか。どう考えても狼やったらかなり弱いなと思ったんで、ただね、2と8で比べたときにね、 うんそう、二から8、じゃあから2に変えた理由はね、うん、8番さんの方が情報を落とせるのは、2番さんって強人あるのかなって思ってしまって、8と2台比べたときに、合わせました八が狼であれば、結構発言してくれると思ったんで、明日の占い結果見てからでいいかなと思って、2番さんの方がちょっと情報落ちないんで、2番さんを釣らせていただきました。うん、2番ささんんが本当にっちゃごめんなさい で、1が私に黒出してきたって、強人やったら結構白出してくると思うんですよね。ご主人様に黒を打つっていうのが怖いと思うから。だから1が狼やと思っていて、んまさん、6を否定するのか。うーん、私、結構6あると思うんやけどな、1が、6は、心境っていう目、ね、線を持つ2から5までの除いてね。おかしいよって言ってたんですよね。人私。あなた視点 うん、絶対に一週目の一日、あ、一日目の一周目って、強人って、もつ目線がおかしいって、明確に言ってたんだよ。ーーそれを、なんか、さらっと訂正してたけど。俺、すよね、分かってる。心境目って言ってるのに。僕は明確に、強人やっていうのが、おかしいって言って、叩いてきてたっていとを見てほしい。一六。一六はなレイヤーが発言します。いや、そうですねー。拾っていや、迷ってますよ。拾ろ、ひってよー。 いや、個人的には74か18かなって思ってますね。16はないでしょ。7が60だから。うん、そうでしょっていうのが、もうそこでしょ ?74 っていうのは7って昨日の段階で、56が4に対してヘイトを向けた段階で、何でそれ拾っても迷ってんのよ。から 4, 4強で置くならわかるわ。まあ普通に74あるかなって思って今日、4自身が昨日押すべきところが68だったんだよね。 だから4が狼起点であったとき、普通に2押すのがベストだと思ったから、7強4号ローですか個人的にはちょっと1、8の方が強めで見てて、7、4、5、6ですかねが昨日の発言で1、2ラインがありそうだから2行くっていう発言残したんだけど、西目の段階でね。うわ七強四5、5ですか個人的にはそんな見えなかったんだけど、けうん、なんか1とライン切りする感じがすごいあったんだけど。うん だって、1 2ロ6であった場合って、2がああいう発言しかしてない段階で、1番3って、昨日の2週目の段階では、そんなグレーに対する精査は入れてなかった。8にしか。2があんな弱い発言をしていたら、1自身も1 2ロ6だったら、もっと救いに来るはずないよ。1自身からね。だから、8が1 2ロ6を押して2を押してる点が、18のライン切れラあるんかなっていうふうにも思っちゃったかな。個人的には。 だから七四よりかは個人的には一八の方がこ,これ6番頼むわーもしかしたら7-9-4-8-0もあるかもしれない6番のプレイヤーが発言します,ももいすはい今日一四のランじゃないですよ四番4-8つかないでね今日四確定ですよ <laughs> あなた視点1偽でしょ黒出されたんだからなんで七が六白出してんのに俺黒いってんのおかしいでしょでしょ はいってことでこれは4黒で確定で7すりますよっていう意思じゃなくて1黒4強もありえるけどそ<う>まあこれも四4陣外は決められてないと勝てないと思ってるそうてですから今日はもう7番さんを4つり飲んでください。4が無駄ならもう勝てませんこの村はそれは。そうです。えっとね5番んの視点めっちゃいいなと思って俺もね1八が最初なかったかなっていう時からターンが回るごとに1八見えてきてあこれ占い師。 白8きしたとこミスってんのかなーなんて思ってたから正直ね一の結構両方しんめっていうかお互い芯がある要素を拾っててどっちなんだろうって考えてたんだけど今日、うん、4は釣れるでしょ一8マシン4プロも、うん、7芯でも4強とかないと思ってるから4は釣れると思ううん、うん、あと一応ね 一応まあ4番さんの,、まあの要素を言うと四強1ローを見るのは偉い。ちゃダメなし点3番さんに従わないっていうのはありえなかったね。といところで、まあ、4は釣ります。はい、うーんそれぐらいかな。以上。7番 のプレイヤーが発言しますいやー、なんかね、4番は陣害ってのは分かったんですよ。4番っていうのが1番から黒を打たれてきて、4審で俺が審なら六6番の黒を追ってるから、4番が陣害って六6の審上が分かるけど、確か、投票で見えるかな、1番、8番って。はい。あ俺自身、一番陣害で一番突っとしいけど、4番の次元は村だったら負けのコースだと思ってるから、4番はほぼ陣害で決めてます。 一八で投票でやるかなえっと、決戦投票で俺が二番に入れていて、え俺が六、俺は五番に入れていて、一番が二番に入れていて、二八、うん、の決戦投票で一八入れるかな六七が出てるかいいんだけど、五番視点ってさ、一四の黒角一っ,っていいはないんだ。一八朗路に見えるんだ。一に,に分かるえっと、一四の黒角いって絶対あるから、なんでそこはないんだろうなと思ってますね。四番がは視,点視点破綻して、五番はそこ強して、 一八ロ郎だったら四番の強靭かどうかの精査もしなくちゃいけないから、六番もマジか、マジで六番さん。一八に見える俺見えないんだけどな、一八って見えるかな一番きちん八番だけって八番が一番に接触してさ、投票でさ、二番から一番って八番に出るから、うん、俺一八にはとても見えないんだよな。だからそこ全然視点違う、全然今日四つ見れます。四教授一五ロ郎か一四の黒かごい,いかなって思ってます。うん。 5番の視点だったら一応の黒角れを追ってもいいけどな、そこの視点が一切なかったし、投票見てる。うん、ねこのゲームって投票が全てですよ。投票って一切嘘つかないから、いから言葉でこいつ連れて言って投票しても。うん。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。お願いします。4強1号ローローかなって変わらず思っあの、1番さんロー時点で俺思ってるかな。やべー4番さんの視点は断5番言わないし、5番が1番と8番を 雑につなげてるなって思ってるるななっっ思か昨日俺も決戦投票になると思ってなくて2番つれるだろうなって思って2番が6番に入ってるし6番が4番入れてて、うん、で4番が俺に入れてるんだよね確かうんだ二2番はあっても今日だなって思っていてうんいや5番さんに言うならば1番さんがグレー,セーサ査をしてなくて俺にしか触れてないって なんで1、8になるのそれで。プラスアルファ、投票、えーと、投票同票だったじゃん、2、8で。にもかかわらず、1番って2番ではなく、俺にやってきてんだけど。うん。今回、俺、5番さんと戦うんだろうなって思ってるけどね。うん、なるほど。4、号が、1、4、号が人外に見えてかたないっすね。うん なかなかしんどいね。占い位置5じゃなくて8なのかな、ね、普通に。1番さんがローで4番強人でっていう視点もあるから、4番落としたいな、俺は。1名についたら、俺占いでいいんじゃねって思うけど。うん、<laughs> それで俺からしたらせい、あのー、審議つくからね。はい。かな。 統一ならないしてほしいなと思ってますけど。全プレイヤーの発言が終了。まあ、いいその疑いには,はどんな根拠があるのかな。ゴーいたいかな。はい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 。七番も四に行くんだね。投票が終了しました。<laughs> 追放されるプレイヤーは四番四番の遺言を発表してください。 はい、村人でした。申し訳ない。6番さんは7番さんに白出されてたんですね。これは見ていなかった。どちらかというと、新面に見ていた、うんでな。7番さんと視点がずっと合わなかったんよ。なんか、6、8と同じような感じやったんで、7番さんの方が偽かなと思っていたところ、1番さんの偽に黒出されて慌ててて、6番さんの白っていうのを見逃していたので、うん、この私の、もうね、もう弁明できないんですよね。順番的に。もう視点破綻してしまうって言われて、うんあ そっか7が6に出して2番さんで強人落ちていることを祈るぐらいですかね。いやーこれによって村が負けてしまうか。明日絶対に1番さんを釣ってください。1> 1番さすがにな7か。2番さんが強人だと思っているので。うん、てかそうでないと勝てないんでね。うん、明日絶対に1番さんを釣ってください。ごめん。視点破綻については本当に申し訳ない。7番さんのシーンには申し訳ないと思っている。夜が更けました74っぽいけどな。 私はただの石私私ははたただだのの石石占った対象は人狼ではありません夜が明けました昨夜は1名の方が亡くなりました「5番」のプレイヤーが発言します じゃあ、7っていうのは8に、白6白。ああ、まあ14の黒がこいか、それとも15って斜め線なのか。いやーでもさ、俺14追えって言われたけど、普通追えるって思っちゃうよ。だって1、14のつながるラインって何って思っても。4って確かに視点破たんはしてるけど。うん だって普通に1 4ラインってどういうところから見えたの ?1 音の黒囲いが黒囲いがって言ったけど、6、7だったかな。だから4が要は1 4ロ,ロロであった時って、絶対に、えっと1、1 4のランになるから、そんなことはしないと思うけど。だからそれで折れなくるの違くねって思ったけど。で、結局1 5ロ,ロロって見るんでしょ斜め線。なんでそうなるかなって思うんやけど、普通に。 目線はもうほぼ74ロードでしょ。うん。もう、まあ、ワンチャン798四も追終えなくはないけど、まあ74が普通に来いんじゃないかなと思ってます。うん、7いきます。6番のプレイヤーが発言します。まあまあまあ、798黒なら、7つ八8つって勝てばいいんで、別に考慮の必要はないかなと思いますけど。いやー、ごめん七番さん。 うわーごめん、俺、いちごロール追えないわ、全然。ずっと考えてるんだけど。いちごだったらクソうまいんだけど、マジで。うわーこれ、いちご聞いてて笑ってんのかなごめん。<laughs> お前が英雄で笑ってるよ、1> 1ローお前が英雄すぎて笑ってる。いちごロールは追えないわ。ごめん、ほんとに。今日7つって8つるわ、終わんないんだなら。うわいちごロールのなのこれ。 怖い一号ロール。うん、無理だろう、追うの。あっちか。いや、うね。5番さんっていうのはめちゃめちゃ視点良くて、俺も結構、ほとんど同じこと考えてたから、白狼一1ぐらいしか警戒しなかったけど、でも一号ロールはさすがに繋がらなくね繋がるのこれ。未熟よ、まだ俺。うん。そうか。 なんかもう限界まで考えるけど、うん、多分一1号ロール終えないと思うわ。うん、いや、7C の,の時申し訳ないけど。うん。<laughs> マジかいやーごめん。7, <番>7強のプレイヤーが発言します。あぁ、何、48ロール7強人で割われてんの いや、マジか。えっ、ー、と、仮に5番と6番に説得するんだったら、じゃあ、表計算してください。1番が4番黒っていうのをって言って、僕は6番に白ってます。4番が出現して、6番がソケろって僕は4番初刑しようって言いました。5番と6番さんが、じゃあ仮にね、じゃあ俺が陣外だった場合に、えっ、ー、と、じゃあ、47ロールだったら多分俺8黒ってと思うんですよ。5番と6番の表会し続けるから。ーあー、8四が拭いきれないのか、56支線って。8番人間なんだよ。<laughs> 8番白なんですよ。いや、マジか。そうやって見られちゃうのか。 いや俺じゃあ、えっと、まあ、そうかだ、うん、もう俺が、うんえであの、5番に1つそうだけど、5番が人狼なんか人間なんかどっちか分からないです、一応の黒角いだったるからね。一応の黒角だって十分あるでしょ。うん、だって4番がヘイトが溜まってる状況下で、一番が偽を主張してるんだから、一番が4黒結果打つことによって、4番処刑して7処刑した場合に、強人が2番で落ちなかったら、b p できるから。だから一応、ローローで黒角いってめちゃくちゃ、えか黒角って見たことない 俺何回も遭遇してるから、それで。何回もそれ見て負けてるから。うん。うん、ああそっか、48で見られるのは本当にそれは、八番さんが頑張ってほしいですね。八番さんが頑張ってほしい。俺別に一5ローロをー、いやだから、5番視点で投票を見ずに18ローローで見た視点がおかしいんですよ。うん、言ってみやから、投票見てね、一番さんの。18ローローであ殴り合いする ?5 番さんと6番さ,ん6番さん、しころびやめて。5番が陣がやるってんうけど、俺6番に問いかけてんの。うん。 うん。確かにやっぱり四あのねあの,あの俺この視点だったらやっぱり四八ロール七強で、でも俺死んだから一しいはい。以上です。八番のプレイヤーが発言します。投票ばらけると嫌なので一七正座ね五六番さん一七正座。あの六番さんに言うなら一五が見えないから七の新規ってで俺に来るって四八ロールの七強って見てるんでしょ。七八ロールの四強で見てるのかわかんないけど。うん。うん。 俺が人害であれば4番釣り押す構図ってないと思うけどねうーんだから6番さんの視点がブレブレで7番さん突っ込まないけどさ俺6強あんのかなって思ってるんだけどうん4村で6強とかないんかなと思ったまあそれだったら PP かもしんないんだけどねじゃあ5番さん俺てなら全然俺触れてくれないじゃん5番さんって思ってよほんまに <laughs> 五番さん。四七ローローかな。五番さん色落としてくれよ。ああ。四七か。四七ローロ、一号ローロ。うんー。一号ローロ。見えるけどな、普通に。俺は見えるよ。るうん。 8、えー。超え <47? S 1>。基本156。うん、ちょっと考えるわ。17ね17絶対うん。ちょっと1番さん。あのあなた真だったら頑張ってね。パッション出してパッション期待してますよ。1番のプレイヤーが発言します。 まあ頑張ってファッション出しますかじゃあ。えー、っと、5番さん占って5番さん白でした。5番さん占った理由は、昨日4番っていうのは明らかに6黒考察を落としていたのに、5番さんが6黒考察を落としてる4番さんの発言を聞いてるのにも関わらず、うん、どっちかな、18もあるんだよなって発言を落としていたから、4ロー7強かなって思って5番占いました。でも5番さん白でした。 で7番さんってちょっとおかしなことを言っていて7番さんって「八村」なんだよねっていう考察をずっと落としてるんだけど8番さんの昨日の自分占い統一でいいんじゃないかっていう考察を聞いて8番さんの狂人を追わないのはどうなんだろうって思いますよ7番さんは僕は8番さんはワンチャンこれ占いを吸おうとしてる狂人さんで7番がオオカミかなと思ってそのケアで5番を占ってますあともう一点言うけど7番さんはかなりオオカミで見てます なんてかっていうと,、えー、と昨日の段階で4黒7番さんがもし強人だった場合っていうのは僕を噛んで9番が噛めてるからね僕を噛んで568で戦った方が勝ち筋があるんじゃないかなって思ったよだから7番さんって狼で僕を噛めなかったんじゃないかなって思ってる47ローローあともう一個言うけど7番さん視点で4番の釣りは飲んじゃダメだったと思う まあ昨日の場面で4番が視点破綻を起こしちゃってるから、蹴らざるを得なかった7番さん狼かなって。ただ僕は噛んじゃうと7番さんロア入っちゃうから噛めなかったのかなって思ってる。6番さんは、うわ、イチゴ笑ってんのかなーって言ってたけど、確かに僕は笑ってた6番さんの英雄の考察を聞いてね。分かってるよ6番さん。あなた、7に入れてね。 一個怖かったのは、僕はあなたのことを占ってないから、7強6号で、あえてライ n を切るような発言をして、僕に入れてたら最悪だなって思ったけど、そんなことはしてないと思う、6番っていうのは。5番と視点が合うってずっと言ってるから。今日は7番に入れて。7番に行って、8番もね。以上。全プレイヤーののの発言その疑いにはどんなな根拠があるのかなお願いしますえ放棄 ?8 放棄 一番のプレイヤーが発言します。八番放棄五番が五番がお、お前、狂人お前、狂人なのええー？八番分かったなわ、分かったよな八番、放棄、偉いわ。あなた村なの偉いわ、その放棄は、じゃあ。五番さんって、あのー、僕の、真を悟ったあ、え、狂人なのあ、だから四番の出現拾わなかったの てーやられたですね、それは。えー、5番3強陣の7郎で、7番3、あの、68村です。見えましたね。68、682村、47郎5強、9仮30のですね、これね。いや、分かったな。これ8番の放棄で、5番の強を透けたね。これ7視点で、もう5は疑わないから、7視点って、あ、1牢の1、14郎しか追,追えないのか。いや、分かったな、みんな。 これは一体、いったでしょ七釣りで。七番。のプレイヤーが発言します。ちんよく、そのファッシャン出せるな、ちょっと見習いたいわ。あのさ、六番さんね、六番さんいいんだけど、<laughs> この投票で四八ローロー七強ってなくなりましたよね。もう一回言います。あ、確かに一番の僕の二千数は、一視点で八が強靭に見えるっていう性質に関して、は、俺はそんな視点漏れしてるから。それは二千数して、とりあえず構いません。 <laughs> えっと、もう一回言いますね。4番釣れましたね、うんで。5番と6番がじゃ仮に4七狼視援だった場合、どういう人物か分かりません。5六両方と村だしい、5六両方とも村が強人にたならな状況下で、5六って共に8一ローロ4強靭って下落としてるにもかかわらず、仮に4七ーロだったら、僕、8番に黒打ったが、もう票を固めて、例えば今のね、一番じゃ仮に紳士だった場合、5万強人主張してますね。その支援に立った場合に5番が強靭だった場合に、じゃ八8黒打ちました六6番の村説得し八8つったら勝ちだね。 俺が狼で4番が狼だった場合って、じゃあ何でじゃあ5、6の流れを止めて俺が8番に追うことと人間をきしなくちゃいけないんですかはい。意識してください。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。ナイスすぎるナイスすぎるマジで8の放棄マジで偉いわ。投票が終了しました。よくしたね、追放されるプレイヤーは。

<laughs> 酒飲んで殴ってるやつはもう本当にゴミをぶゴミ、最悪死ねでもいい。ご <laughs> 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 お疲れ様でした。終わります。ーした解散しまーす。ーじゃあねありがとう。ー <laughs> お疲れ様です。いやよかった。<laughs> ジェイジェイ。